はい、メタボンです。週末の、ね、土曜日を迎えました。どんな時も Wi-Fi 使ってる方、今どうでしょうかね、通信状況って。実はね、もう2月の下旬にね、通信障害があって、まあ、2回目のね、3月の通信障害があってね、それが今ね、4月1日にね、復旧するってお話だったんだけど、結局まだ俺はね、全然復旧しないんだよね。昨日の夜、メールがね、届いたんでね、ちょっとね、それをね、読み上げてみたいなと思います。まあ、こんな感じでね、メール届いたんでね、ちょっと読み上げるね。この度は通信速度の不具合につきまして、多大なご迷惑ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。俺ね、 0.06Mbps、 もう全然見れないわけでね。先日ご案内した通り、2020年4月1日、完全復旧を目指しておりましたが、過去のご利用データ通信実績において一定の基準を超えたお客様に対して制限をかけざるを得ない状況になっていると。多分ね、俺ね、使ってた時ね、まあ、去年の9月の後半ぐらいにね、日本帰国して契約したんだけど、まあ、その後ね、結構ね、 YouTube をね、見ながらこう寝落ちするっていうのかな、要はずっと再生をしていて、まあ、結構通信料かかってるなとは思ってたんだけど、まあ、そういったね、過去の実績を見てね、まあ、こいつちょっとヘビーユーザーだなっていうところでね、俺はね、足切りしたんだなと今受け止めてます。なぜかっていうと、八王子にこう友人がいるんだけど、彼もね、俺がどんな時も Wi-Fi を使ってて、あ、これいいね、結構早いよねって話を、まあ、去年のツーリングで話をして、その直後にね、契約をしました。で、4月になってどうなってますって話を聞いたら、もう全然回復してるよっていう話になってたんでね、あれおかしいなと思ってたんだよね。で、俺のうちの方がなんかそういうまだ通信障害がずっと引き続いてると思ってたんだけど、いや、実はね、このメール読んだ時ね、違うんだなっていうのを感じました。でね、これから重要なことなんだけど、現在制限がかかっているお客様に対し保証プランの準備を進めております。誠に勝手ではございますが、明日4月4日午後1時より順次こちらのプランに移行させていただく予定です。で、今日ね、4月4日今ね、時間がね、10時30分なんだよね。だからあと2時間半後か、今まで通り通信できるよっていうことをね、歌ってくれてると思うんだけど、まあ、その前にね、ちょっとどのくらい遅いのかっていうのをね、動画で残しておこうと思ってね、今回してます。保証プラン概要をね、3つ挙げてきたんでね、ちょっと箇条書きで読み上げます。2020年4月より次回更新月まで月額利用料を無料とします。これが1番目。で、2番目がね、月々のデータ通信料の利用上限は 25GB になりますと。これが2つ目。で、3つ目が、追加のインターネットサービスを利用した場合、上限1万円まで1回のみ保証します。これがね、提示してきた保証プランになります。なんでこの3つをね、1つずつね、ちょっと深掘りしていきたいと思います。今月2020年4月より次回更新月まで月額利用料無料とします。これってさ、俺2年縛りだよね。だから2年、要は9月の後半からだから、今年の9月、来年の9月まで月額料金が無料になるっていう解釈でいいのかな。これちょっとカスタマーサポートを聞かないとよくわかんないんだけど、これちょっと事実関係後で確認します。毎月のデータ通信の上限は 25GB になると。 25GB 以上いくと、もう通信制限かかるよっていうことになってるんだよね。一応どこでも仕事ができるように、記事書いたり動画編集してアップロードできるように、無制限で、まあ、そこそこ通信速度が速いものとしてどんな時も Wi-Fi を選んだんだけど、月 25GB でどのくらいね、こう作業量をこなせるのかって実体験としてよく分かんないんだよね。俺測ったことなくて、やり方も知らないし、ちょっともしね、知ってる方いたらね、コメントで教えてください。で、また続いていくね。追加のインターネットサービスを利用した場合、上限1万円まで保証します。保証内容は上記以外にも準備を進めており、順次お知らせいたします。で、上記プランへの移行を希望されないお客様は、契約解除にかかる費用、要は医薬品だよね、これ無料で解除させていただきますという案内が来てたんでね。やっぱり、ね、ヘビーユーザーはこのね、 25GB 上限っていうものを飲めない場合にはもう解約してくださいと。限界あるから、ちょっともう
キリスト教はやっぱキリスト教なんだよね、ちょっと悲しい現実なんだけどね、まあ、そういうふうに私は受け止めました。じゃあね、もうこの流れでね、どのくらい速度がね遅いかをちょっと見せたいと思います。まずね、ちょっと Wi-Fi 電源入れますね。このちょびっていうのはちょっと可愛いよね、寝癖っぽくて。じゃあこれね、ちょっと電源入れていきます。長押し。今現在これで圏外表示だと笑うよね。圏外表示になるとね、ここのねアンテナマークが点滅するんだよね。はい、今ね Wi-Fi 繋がりました。なんでちょっとね、いつも使ってるアプリケーションでね、速度を測ってみたいと思います。このね RBB スピード、これなんだけど、結構意外とね、これもうそもそもデータ通信できないから表示されないこともある。エラーイベントが出る、そんな時もありますね。いやー、今回もダメかな。いや、ちょっとダメかもしれないね。なんでね、昨日だったかな、昨日ちょっとね撮ったんでね、いや画面キャプチャーしたんでね、これがね昨日の8時21分夜の8時21分の回線状況としてね、 0.06Mbps、 これがね下りね、で 0.01Mbps、 これが上りのスピードだと、上りのスピードだっていうんだよね。いや、ダメでしょまあね、これがね午後の1時迎えた時にどのくらい回線速度速くなるのかね、また後ほどね動画を残していきます。はい、 RBB スピードっていうアプリでねチェックします。お、いいんじゃない。で測定開始を押します。お、遅いね。あれ、下りがね 0.16Mbps で、上りがね2メガ出てんだけどね。あれおかしいね、さっきねちょっとねこの動画撮る前にねテストしたんだけどね、もうちょっと結果良かったんだよね。かなりね開始が遅いね、やっぱ下りが遅いんだな、これやっぱ1メガいかないね、 0.25Mbps で、上りは今良かったね。なんでだろうね、なんで下りがダメなの、わからん。まあこんな感じです。もしかしたら Wi-Fi の方をねもう一回リセットすると速くなるかもしれないね。またね。